アウトドアの体験を通して防災力を高めてもらう親子防災キャンプが7月30日森林公園で行われました。親子防災キャンプは防災訓練など防災啓発事業への参加が少ない子どもたちにアウトドアでの体験を通して親子で防災意識を高めてもらおうと毎年夏休みの期間に開催しています。参加した親子63人は食事やトイレなど災害時の備えについて学んだほか、炊き出し訓練では湯煎米を使ってカレーを作りました。参加者はそのほか消防車の放水や震度6の揺れを発生させることができる起震車などさまざまな体験を通して防災について学んでいました。ここ曲がる、通った。いろいろなことを体験していっぱい覚えられて楽しかったです。はい、いろんなことな学べて楽しかったです。はい、一応防災食は家でも貯蓄してるんですけど、やっぱ肝心の水の方がなかなかこう人数分とかない状態なので、これからは少しずつでも貯めていこうかなと思いました。